はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはこちらバルキリーですね。バルキリーリーダー、まあ今ねキャラ強 P 全然まだ参加できてないんですけど、バルキリーリーダーのキャラ強 P をしっかりと伸ばして、こいつもねできれば1位目指していきたいなと思います。というわけでよかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではバルキリーリーダーでやっていきます。はい、それではやっていきましょう。ちょっとかなり苦手なキャラが来ちゃった。ゴスですね、アビゴス。マジで苦手で、ケルベも枠外にしてるんで、バルキの時は。ちょっと困ったな。どうしようかな。足も欲しいですけど、ゴス見れるキャラですね。ゴスプラス壁でもいいや。最悪。最悪壁でもいい。いきますか。まあ、ゴスの裏が何か分かるんですけど、バルガだったら、まあまあまあ、カエルが刺さるかなぐらい。で、一応、オークがいるんで、キャラ数ちょっと気になりますけど、まあ、バルキリープラスオーク。で、バルキリー1本目がもし潰されるだったら、最悪、裏でバルキリー。もう、あれだし、裏キメラもありですね。ジンさんに似てる装備だな。ジンさんじゃないけど、これは。あー間に合わないか、もったいない大砲だったな。2発大砲無駄にしますね。さてじゃあバルキリーで、しかしバルキリー出したらチビクルが出てくると。そして飛ばない。これはちょっと無理かな。厳しいですね。しかもカニも引かれてると。なるほどな。じゃあヒドラ行きましょうか。もうライン下げましょう。ここからカニも出されてるんでヒドラも行けないんで、この後これうわやられる。それマジこれさ、多分ですけど、これ多分なんですけど、あのジミーさんじゃないの？さあこれもうかなり厳しいですね。まあこれ負けたかもしれませんから、まあ、まだキャラ強く持ってないんでそこまで問題はないですけど、ここからチビクル来るんで終わりっすね。あミスターしかもタイプ。いやー、初手で入るな、スキル封印全部。あ、入ってね。入ってない、入ってない。なんとか抑えてほしいな。どうだろう。なんとか抑えたかな。危ない、まあ、負けは負けなんですけど、しゃあないですねこれは。蚊に引かれて何もできなかった。尾形裏なんだ。ナスかジミさんやったら持ってますね。受けてくれっかな。これ強ピは美味しいぞ。こっちのあ参戦やったかな。さあやっていきましょうか。お相手がミノガールリーダーの銀フレームで、名前があ誰だろう。まあ絶対強いですよね。あ、デンデさんか、これワンチャン。これワンチャンデンデさん説あるな。だとすると、ミノガキメラですね。ミノガリーダーなら。あー、ホタが一本いたらな、カニがいたんだけど。いやー、サタンか。まあでも、この足2本ってのがいらないんですけど、蜂の虹バッジがマジで強いんで、蜂の虹、もし相手にナメコとか引かれなければ大丈夫。多分。え、これ誰だろう、わかんねえ。あれ、この剣士だったっけ、ネンデさんって。覚えてないな。でも、ネンデさん絶対に 100% 足引いてくるから、多分ネンデさんじゃないな。この前、二十何戦ネンデさんとフリーしたんですけど、二十何戦全部足から引いてましたね。確か。さあ、スライムが後ろに置かれてる。メタドラ、早いな。メタドラから動くタイプですね。
そしてとてもつもなく面倒くさいキャラが出てきてしまった。ちょっとタゲ取ってヒュドラ出そう。あ、ちょっと早かったな、万年歩。ただ再生頑張ってもらって。そうですね、死ぬんですよね。まあ、しゃあないですけど。首で遊ぶな。いいぞ、頑張れ。死ぬけどな。さあ、ちびくろがいるのね。ちびくろもいるし。まあ、5層時代は上げてないんで、全然まあ何とかなる範囲ではあるんですけど、ただいきましょう。頑張れ頑張れ、もう一発で。天才だお前は。でも死ぬか。これ以上攻めらんないですね。まあ、しゃあないでしょ、バルキリーリーダーの宿命って感じ。ゴスがやっぱ重いな。最近ゴス強いっすよね。やたらさっきバチついてなかった気がしたけど、ゴスの、まあ、それでもあんだけ強いもんな。今季って完全決着だっけ。多分違うよね。あ、完全決着だ。ラッキーラッキー、これでチキン無駄になんない。多分持ってるでしょ。あって名前、銀フレームのメタドラコで93、行きましょうか。あ、来なかった。さて、お相手がヒュドラですね。ヒュドラか。ヒュドラか。ヒュドラ。こっちもヒュドラ。火力が欲しい。爆落ちとかね、引けるとでかいですけどね。バールはちょっと気になるな。対空、同じのは。いやー、ちょっと足元が弱いか、さすがに。うわー、大型がいない。いやー、これ以上回せないな。でも、よくないな、この札。うん？ペンギンか。太っちょもいる？これ太っちょ？あ、ペンギンか。ペンギンの装備か。ペンギンの肌か。太っちょもなんか似たような花、ありますよね。戦国装備だっけ。大砲早めに撃った。 OKOK、 飛ばしといてあげて。これね、なかなか空じゃ止まんないですよね。難しい。ポックルが早い。でも逆に言えばポックルを撃ってくれるならば、あ、しかも生きた。さすがに無理でしたね。惜しかった。これでバルーンは生きるでしょう。問題点があるとすれば、ヒドラの首をどう止めるかってとこっすね。いっちゃいましょうか、バルキリー。これ一方的にできたんですけど、それはいくらでも薬じゃない？やば、めっちゃ撃つじゃん。これやったかな？もしかして。あ、めっちゃ強い。それ撃つわ。相手あれだもんな、あの虹バーチだ。なんとか。え、バルやられてんだけど。嘘でしょ。そんなことそんなことあっちゃダメでしょ。ポックルお前余計なすんな。
これは僕の前やったな。いやー無理、バル弱っ。嘘でしょ、チビドロに負けたのあいつ。えマジ、えだったらこっち切ったんだけど、このヒドラのライン勝ったわとか思ったら、あいつチビドロにやられたんか。やばすぎ、減りすぎだ。ちょっとびっくりしたな、バトルバルーンがねチビドロに狩られてさ。普通狩られないんですけどね、そんなことある。ちょっともう信用しないっす。この前の情報で優先枠に戻したんですけど、ちょっともう一回優先枠外そうかな、ちょっと怖いな。でお相手が8、まあちょっとヒドラが8の首苦手なので、まあ、どうかなといったところなんですけど、それ以外のキャラで頑張れたらいいかな。行ってみようかな。8見れるかどうか分かんないけど、最近頑張ってるフォワドラさん、バルキリーがいる中で、まあ、対空に弱いじゃないですか、ブダがリーダーが。でもう1体それは大型にするのってどうなのかなって思ったんですけど、足りないですよね相手が、対空キャラが。だから別になしじゃないんじゃないかなみたいな。ただ対空キャラを固定、ミノガとかを固定していて、かつ空大型を、あ、いや、空対空キャラを引いてくるってなったらまた話変わるけど。よいしょ、ポケットで取った。でここはパンダにやってほしいな、できれば。パンダ早よ、遅い。ここはバルキリーがやってくるでしょ。2回逃げてもらって、でここバルキリー来るから。潰して、フォックスか。フォックスちょっとめんどくさいな。まあ、ここまで下がるんで。パンダ頑張ってるな、だいぶ。あ、取った。取るじゃんか。金パンダだと結構頑張りますね。ここはちょっとバルキリー一緒にいますけど、フォックスなんでこうします。ハチフォックスとかさすがにないと思うけど、なんかヒドラ行ってもいいけどね。行きますか。やっぱそうきた。一応射程外から切ってしまったけど、射程外から切ってないな。強っびっくりした今、クイーンビー超強かった。ヒドラ狩られますねこれ。あー干渉の予定だったけど点差かな。さあ頑張ってもらいたい。さてこれでバルキー上がってもらって、まあもう無理か、時間的に点差っすね。いや取れたのラッキーだ、全部削れたんだ。あ美味しい、ハチメチやってるじゃないですかこの人。27もらった。え誰だろう、めちゃめちゃもらえた、美味しいな。まあでもこれ多分ハチと見逃すよね。クイーンビーはないでしょ。いや88ワンチャンある、ワンチャン88、どっちか分かんないな、どっちの可能性もあるので、まあちょっと見逃に弱いキャラを引かないようにしよう。うんダメ、行きましょうか。レドラ、レドラいるし、足いるし、別に蜂のキャラ強くやってないよね。すげえ高かったの。始まりコーヒー。なんかヨイリンがなんか喋った気がする、聞いてなかった。やべえこれ取られる、危ねえ危ねえ危ねえ。これすげえ4取り近い、しかも
4取り近いだけじゃなくトレントガール、まさかの。さあこれは狩られますね、これしゃあない、これは狩らせておいても構わないんで、一回下げましょうか、ラインラインっていうか後ろにキャラを置きましょうか。この前に多分食らわないんでレッドでいきましょう、前線に。 OK OK、 さすがに大丈夫でしょう。さあ視線誘導うまいですね、お相手取らせないですけど、さすがにヘドラは負けないでしょ、あいつには。あ、スライムが勝たなかったかな、まあいいか。さあバルキリーも前線切ってあげて、さあバルキリーに頑張ってもらいたい。うわやられてんなあいつ。さあバール頑張れ、点差入れよ。マーマン強えな、やられるなマーマンに。さあ頑張ってワンパン入れて、入るでしょ、 OK、 コスト勝ちしてましたからね。さあいい感じ、まあ点差ではありますが、さっき点差ですごい美味しかったんで、また美味しいんじゃないでしょうか。24ぐらいくれてんじゃない多分、23かな、23くれるってやばいな。キャラ強火どんぐらいだろう、900とかあったんじゃないのもしかしたら。とりあえず点差勝利、美味しい。25、さあラストやっていこうか。ラスト、お相手がヒドラ、ヒドラリーダーか、火力が欲しいな、瞬間火力が欲しい。爆落ち優先枠にしたはずなんだけど引かないな、さっき引いたか、ハチクイの人の時に。何が出るかな、うーん悪くないように見えて何度もいなかったんで回します。行くか、足がないけど、まあ、ロックマンとレムのコンボが強い、圧はかけれるんで圧かけていこう。惜しい、とりあえず倒しはしてもらったけど、みんなここからですね。何あれ、なんか詰まってるやつがいる。ゴリゴリ行こうか、どんどん行こう、偉いよ、いいよいいよ。どんどん行こうよ、それマジ？ダメージ入ってる、あでも相手も入ってる、あよかった。寄ってくるかなと思ったら寄れなかったな、もう1マス前に置くべきやったかな、すげえゴリゴリいったわ今。あもう後ろ守るくんだったかもしんない、後ろじゃないわトレーダー。まあいいでしょう、あ美味しい。はいというわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。今回って言ったのはバルキリーですね、バルキリー、まあ、バルキリーリーダーでやっていきました。まあ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 、
体育引かれるよね、基本的には絶対に。なんで安定するキャラではないけど、まあ頑張っていきたいな。裏は今ヒュドラにしてましたけど、ヒュドラ以外なんか面白いキャラないかな。ヒュドラが一番合うとは思ってないんですよね。何が一番合うんだろう、わからないまあいろいろ試してみたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。